ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。トラビスジャパンというジャニーズさんのグループ、ね、ジュニアのグループがいますが、今アメリカに行ってまして、でアメリカズゴッドタレントっていうアメリカのオーディション番組で、ツイッターとかで第一次審査を通過したっていう風にちょっと見たんですが、モデルプレスさんのニュースで二次審査突破をって書いてあるんで、だから二次審査だったようですね。まあ、通称 AGT ですね、アメリカズゴッドタレントっていうことで、で私はそのジャニーズさんの、ファンっていうわけではなく、後ろにいる BE:FIRST のファン、ベスティという立場で、普段まあ動画も撮ってますし、普通のオタ活というのも基本的にやっぱり BE:FIRST っていうところになってます。ただ彼らが世界を目指すっていうところのグループであるというところで、非常に感銘を受けたというか、すごいなって思いました。でアメリカズゴッドタレントに関しては、これ見ているベスティの方でちょっと正しいかどうかコメントとかで判断していただきたいんですが、マナト君かソータ君、あるいは彼ら両方がアメリカズゴッドタレント出たいっていうか、そこを目標として、一つの目標としてっていう風に言ってませんでしたっけ。マナト君だったかな、でもなんか言ってた気がするんですよね。 BE:FIRST は出たいっていう、で本当にいけるのかなって思ったけど、トラビスジャパンが言って一つの道開けましたね。うん、もともとね、タンパリン芸人のゴンゾーさんとかもそうでしたっけ。日本のタレントがアメリカズゴッドタレントでね、そういう風に道を示すっていうか、やってたっていうのはあったと思いますし、でも私そのオーディション番組詳しくないんだけど、ボーイバンド、つまりそのボーイズグループが評価得たっていうのって多分初めてじゃないですか。でも知らないからあれですけど、知ってる方いらっしゃったら教えていただければと思ってますが、はい、とにかく感動しましてね。で、まあ、いわゆるそのね、キンプリの高橋海人くんもはじめとして、海人くんはソータくんとね、ダンスの師匠が同じ出勤ののっぽさんっていうところで共通点がありまして、あとね、この今のモデルプレスさんのニュースでは生田斗真さんとか国分太一さんとかね、皆さんが大黒忠義さんとか皆さんが祝福しているっていうことで、それはもう祝福をしますよね。ね、本当にそのように思います。で BMSG でいうと、ノベルコア君がトラジャの AGT めちゃ良いっていう風にツイッターで書いてまして、午前12時30分ということで書いてましたっていう形でね、非常にすごかったっすよ。うん、感動します。本当に涙出ますよ。こうなんていうか、日本のね、まあアイドルグループがアメリカでね、本当にスタンディングオベーションで、でしかもアメリカ人ですから、むちゃくちゃ反応もすごくてね、それもまた嬉しいことだし、でもなんか英語で喋って、そう、英語でも普通に喋ってるっていうのもね、すごいしね、通訳なしで、でこういわゆるアメリカンジョークじゃないけど、そういう感じのをやりつつでやってまして、そこ全部含めて、でもその日本語に直すと、まあ、いわゆるそのジャニーズのタレントさんたちが日本のバラエティで見る感じのその姿っていうのも彷彿としまして、いわゆるそのザ・ジャパンのアイドルという形でその状態で行ってるっていうのが、でそれが受け入れられてるっていうのがやっぱりすごく素晴らしいと思います。でちなみにこれはそのベスティの方とかにも聞いていただければと思うんですが、彼らはそのボーイバンド、ボーイズバンドって言ってました。だからそのトラビスジャパンに関しても、海外ではボーイバンド、あるいはボーイズバンドっていう風に自分たちを呼ぶというところで、そこはだからもうそういうことなんですよね。だからいわゆる BE:FIRST をボーイバンドっていう風に言い方として、まあダンスボーカルユニットとかボーイズグループとかっていう風な呼び方ではなく、そのいわゆるやっぱボーイバンド、あるいはボーイズバンドでいいっていうことだと思いますので、まあそこも一つのね、参考になりますよね。でこのいわゆるそのアメリカズゴッドタレント以外に関しても、いろんなダンスイベントというかダンス大会とかでこう賞を取ったりとかしてるのがあって、なんかすごいですよね。まあアメリカに行きたいっていうのは本人たちの希望だっていうふうに聞いてましたし、その職場にちょうどトラビスジャパンのファンの子が後輩がいるので結構聞いてましたけれども、複
雑だったみたいですよ、やっぱいろいろと。うん、でも実際こう結果を残しているっていうのがすごいなっていうふうに思うし、なんかね、本当にやりたかったことなんだろうなって思いますよね。でそれが通じているっていうのもすごいことだし、ちょっとなんか変な感じの言い方になりますが、つまりそのずっと修行をずっとしていたら、実はその実力が世界レベルになっていたみたいな、そういう感じのことなのかなっていう、なんか剣豪とかで、ね、あったりしますよね。うん、あったりしますよねっていうか、実際に剣の使い手に会ったことはないけど、そういうものじゃないかなって気がしてますよ。いわゆるアメリカ風のミュージカル調なものではなく、 K-POP に寄らせた感じのものではなく、ザ・ジャパン、日本のエンターテイメント、まあ今回はジャニーズさんのエンターテイメントっていう形で、それをアメリカで示して、でいわゆるそのイエス3つっていうのをいただいたっていうのが、非常にそのオーディションのやつですごいことらしいっていうのがありましたっていうのもあり、で二次審査で何次審査まで行くのか、わかんないんですけど、まあ、ともかくこの動画、今急上昇ランクをね、私が見ているとこの段階では急上昇ランク2位まで上がっておりまして、でそれも含めて、まあ、非常にこう素晴らしいことだと思います。コメントの方も日本語もそうだけど英語のコメントもたくさん入ってまして、彼らの実力が認められていくのかなっていう気がします。でアクロバットとかをその歌いながらその直立の状態でバッてやったりするっていうの、少年隊とかもそうだけど、やっぱそれってジャニーズさんの特有のスキルだなっていうふうに思いましたね。うん、でダンスとボーカル、そう、最初アカペラで始めたりして、歌でも見せるしダンスでもアクロバットでは見せるっていうふうにしてましたから、でしかもやっぱ日本のエンターテインメントだなって思ったし、そこだなっていう、だからまあ、これから BE:FIRSTの話になりますが、つまりやっぱりソータ君中心にしてダンスを、まあ、ソータ君はね個人でも世界で4回トップを取ってるし、まあホア君が見てるぐらいだから、まあ、ソータ君はじめとして BE:FIRSTのメンバーたちもこの TravisJapan のね、このアメリカズ・ゴット・タレントでの快挙を見てるでしょうから、燃えてるんじゃないかな、その炎を燃やせになってるんじゃないかなと思います。まあなかなかね、そこに行き着くための状況っていうのはまだまだ先のことだろうし、やっぱ BE:FIRSTはね、これから先しばらく本当にガンガン自分たちのスキルを上げていくっていうところも必要だし、まあ、すでにたくさんあるけど、彼らは向上心が高いのでそうなっていると思います。トラジャのホラーも本当に向上心というかすごいなって思います。でもキャリアでいうと本当にすごいんですよね。でそのいわゆるインタビューの中では、まあ、全部英語でしたけど、5 years 5年って言ってましたけど、実際には結成して10年経っているけれども、現状のメンバーになってから5年っていうことみたいですね。そんな感じで、はい。でもアメリカ人のね、人たちにとってはね、特に日本アジア人はもともと若く見えるのに加えて、まあ、彼らはもともとやっぱりイケメンですから、そのもともと若く見えるアジア人の特性とその欧米人にとってっていう部分で、なんか本当にティーネイジャーのように見えたんじゃないかなっていう風に思ったりしますね。可愛かったですからね。うん、なんかこうワイプで抜かれてっていうか、その観客のアメリカ人のね、まあ綺麗な女性たちがこうなんかすごいうっとりしてる反応とかを見れて、非常にそれもね嬉しかったですし、そういえばねトラジャのパフォーマンス中に黒人の司会者みたいな人が時々すごい顔芸みたいなのしてて、あれが途中で挟み込まれるから、いやもうちょっと見せてくれって思うこともあったけど、まあでもあれも醍醐味ですね。でその顔芸みたいなのが非常にすごいインパクトがあるので、なんか全然違和感は感じるんだけど、嫌味には感じなかったんでね。でトラジャの、みんながその評価を受けて帰るときに、ジャンピング土下座っていう、ジャニのチャンネルで見たことがあるぐらいな知識しかないんですけど、野宮くんのね、嵐の。そこの知識じゃないんですけど、あれがっつりやってましてね。あれ通じてればいいなって思いますけど、なんかいきなりすげえことやったぞみたいなぐらいで、土下座っていうのがね、欧米ではいわゆるね、そういうのがあるかどうか分かりませんしね、日本とかアジア特有のもんだと思うんですけどもね、通じてればいいなと思います。はい。でそのさ、黒人の人の司会者っぽい人が帰ってきた時に、言うてて言うてて言ってて、お前らやったな、お前らやったなみたいな感じで、すげえぞみたいな、そういう感じでなっててね、ああいいなって思った。なんか一連のね、その、まあ、トラジャーのみんなのそういうパフォーマンスとかのスキルとか、実際に言うてて言ってことでやったぜっていうところも含めだけど、アメリカ人の人たちの反応はやっぱり、まあ、アメリカ特有のそのすごい反応なので、それもやっぱ嬉しかったし涙出ますね。はい。
多分これは担当がというか、つまり誰のファンとかどこのグループのファンとか関係なく、日本人としてというか、まあボーイバンドファンとして見て本当に感動すると思います。概要欄にもちろんリンクを貼っておきますので、ぜひ見に行っていただければと思います。はい、まあベスティの方にとってはね、やっぱりこれもね、一つの道を開いてくれたトラジャには感謝だし、それからボーイバンドボーイズバンドって言い方をしてたのも、あ、やっぱりねっていうところでもあるし、でソータ君たちもきっと燃えてるんじゃないかなって思うしね。ただこれはいわゆるダンスイベントでトラビスジャパンがすごい結果を残して、それで評判聞きつけた番組プロデューサーの方からオファーがあったみたいな話みたいです。トラジャのみんなは今向こうでみんなで家を借りて共同生活をしているはずなので、なんか本当にアメリカンドリームっていう言い方しますけど、そういうことって本当にあるんだなって思いますし、そういったなんかね、評判がいいからちょっと愛され出してみようぜみたいなことっていうのが、なかなか日本だといろんなしがらみがあって難しい気もするし、それに関しては多分韓国もそうだと思うんですよね、おそらくは。うん、でもやっぱりアメリカっていう国でそういった部分で本当に実力があれば押し上がっていける国なんだなっていう気がしますね。はい、まあ言うて今二次審査が終わったところで、今後もその次の審査に進んでいくと思うんですけども、本当に結果を残してほしいですね。で実際それで実力があれば上に行けるっていうところもあるし、でアジア人のまあ可愛いボーイズグループっていうボーイバンドって意味合いで捉えられもせずに、その実力で実際に認めてくれる国なんだなっていうところもあるから、まあBE:FIRSTも本当にまあ欧米っていうかアメリカ含めて、その欧米でのそういった世界の挑戦権っていう意味合い、そういったところに行ける可能性っていうのがやっぱりあるんだろうなっていうふうに思って、非常に心強いなと思いましたね。はい、はい、というわけでね、ジャニーズさんのファンというわけではございませんけれども、純粋に感動をしましたので、ちょっと感想を述べさせていただきました。で見てくださってるベスティの方も一度見てみてください。本当に感動します。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空。